つけま人権、なんか実用性がありそうなんで今日はバカ狙いますわということで、バカ狙うためにはあの空中下を、まあ、極めないといけないので、あの空中下をとりあえずね、何パーやった、さっきの映像20パーぐらいで、これとりあえずもめてるやん、まあ、慣れるのが一番大事やから、慣れてとりあえず当て、なんか思うとったの違うぞー、なんか思うとったの違うけど、まあ人権決めていく、いや割り合んといてくれよっていうね、俺が求めとんのは、あの上にバインって飛んでほしいんですよ、あのメテオで。僕はそれを求めとんのになんかお腹が割れてしまった、なんでや、なんでなんや、オッケー、おお大丈夫大丈夫か、ちょっと待って、すごい即死コンボを決めてしまったんですが、どうしましょう、今のどうですか皆さん、あの何点かな、今の何点でしょうか、僕教えてください。はい、あ36%、これぐらいちゃう、これぐらいちゃうか、来た、不明、ああ不明やんわ、場所がちょっと怪しかった今のは、残念、メテオ来る、いやちょそれは無理です、それは無理、しかもメテオじゃなかったし、あそこはね、あれも完全に受け身もできやんし、もう炭ですやんっていう、オッケー、危ない、デッキ当たって無理、ジャスガノンノー、オッケー、いっとくか、おおおおお、惜しい惜しいよ今の、ここだ、わあ今の当たったらよかったけどな、レッキューとかレッキュー、オッケー、ああ本当てならず、ドン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 、見ておくれこれ、危ない危ない、オッケー、なんか買ってしまった、普通にどうした、踏みつけマジンケンはガルル、いやワニ増殖中ですね、これ完全にワニが多い、めっちゃワニが多いですが、まずくない、ああワニ、なに俺もしかしてワニのこれ恨み勝ったもんね、恨みの化身かな、これさっきの試合内容逆に良すぎて、あのワニの一族のちょっと呪いでも勝ったもんね、完全になんかもう完全に僕劣勢なんだけど、あーあーあ危ね、惜しい、危ねってなんや、惜しい、今の惜しかったけど、踏めやんかった、やっぱ踏めやんと話にならないですね、いやー、死ぬで、リアルに死ぬ、オッケー、さすがにオッケー、でもあ持ってくんや、あワニでも一応持ってくるしな、あれワニ重たいからさ、持ってかんと思ったんだけどな、持ってたわ普通に、さあさあさあ、やよ、133%か、まあ今いい感じにいってるけどね、うわ、まあさすがにそれはしゃあないか、割とねワニの空中結構判定あるよね、なんか、まあ、ガノンの空中前の、まあ、空中後ろバージョンみたいな感じかな、例えると結構判定があると、さあこれやばいぞ、オッケーオッケー、3パーやぞこれ、全然いけるぞ、全然、どうしたおっと、どうしたあ、リホンさーん、ワニ3体目ワニ好きや、俺もワニ大好き、もうワニ最高、ワニ最高マジかよ、ワニ、俺の運命の相手はワニかもしれんわ、マジで何でもしようだやんけ、ワニ待って、マジでワニ嬉しい、ワニやば、こんなにワニってちょっとワニやりやすい、オッケー、動くかい、さあ怖い、あーさすがに詰まれてはな、怖い、今のメテオね普通にね決められるんで、結構判定強いからね、これ先に言いましたね多分ねもうトークが一緒だって、ワニやもん、一緒のワニやもん、さあこれは、あ今の忘れたやん、ジャック、へぇ、うまくないか、もう、あ、やばい、充電切れる、やばい、あのさぁ、やばくない、ちょっと待って、さぁ、ここら辺ちょっと狙ってみてください、はい、あまあ、いい、勝ててるな、さぁ、これは、うまっ、レベルガチャ、あ、まあ、レベルガチャって言ったけど、別に大丈夫でした、なんとか無理来た、ゴー、まあ諦めましょうか、諦めも大事ですよ、ビット、崖見て言われたら多分 100% 死ぬね、あれ、オッケー、レッカーロッキー、うん、横見、ナイス、ここナイス、さあこれは下に行きますか、おっしゃー、今のおっしー、マジで、はっ、うわ危ない、
こんにちは。ナイス。はっ。オッケー。人のバカ拾んでいる。いや、ワニ得意かもしれん。出ました、ラリホンチャンネル準レギュラーあんかけさん来た。久しぶりです、お願いします。まあ、マジあんかけさん多いからね。もうこの何回目ですかね、僕の動画出んの。なんかもう古き友笑らせてくれ、古き友よ笑らせてくれ。あっ、オッケー。やっぱドットマリ結構きついんやな、復帰。ナイス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 。オッケー、空母ジャンプするしない。いや、とりあえずね、カス当ててもいいんでね。来た。あー、もう俺と戦いすぎて、ちょっとシートブレイクの俺のテンプレが分かってらっしゃる。完全に当たる気配なしやわ。怖いぞ。逆にね、新しい僕の新技をね、新技じゃないけど、いろいろ、まあ、試すのもありやけど。あ、19番、これちょうどいいわ、踏めるかも。とりあえず踏めてよ、当てて来た。違うな。いやー、なんか踏めやんかったな。踏めやんもんやな。でもあれ、ほんまにね、踏んですぐね、マジンゲせなあかんから、ぶっちゃけ踏む確認とかぶっちゃけしてらんねえって感じ。ほんまにそれぐらいシビアなテクニック、それが踏みつけマジンゲってことで。この辺かな。ちょっと早かった、ちょっと早かった。オッケー、そっち行くな、お前。うわー、86%か。オッケー、これでかい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 、ジャンプする。オッケー。まあ、どこまで復帰弱いか、まあ、上から来ると思いました。まあ、そういう読みをね、通していきましょう。タブルは掴んで空中で、ね、そしてあちょ、強引すぎ、今の強引すぎ。いや、もうあんかけさんとうっすら分かってるんじゃない。こいつ空中下しか狙っていない。踏めない、最悪だ。踏めなかった、踏めた、踏めない、踏め、ちょ、踏ます、踏ましてくれやんこと言ったから、もう無理やし、もう絶対無理、もう絶対無理だ、もう無理やけど、まあまあ、なんかそういうなんか違うバーストでいいからやらせてほしいな。横ビーボン、こんにちは。ちょ助けてしまったんだが、助けてしまったんだから、リホンさん助けてしまっ、よし、シャケさんよろしくお願いします。おっすおっす、ファルコさん、ちょっと待って、ファルコさん、そうめんでガノンをさ、受け止めないでください。そうめん一丁で、ガノンを受け止められるのはちょっとおかしい。普通に考えておかしいな話。なんでガノンの動きをそのそうめん一丁で受け止められんねんという。やばいぞ。ファルコなんか強かったらしいけど、まあ、前回の実況で僕はね、ファルコに見事にすごいいいプレイでね、まあ、倒したんですが、あー、なるほどね。バッテリーがやばい。この警告ね、もうバッテリー少ないというこの表示。本日5回目。やばい、もう本当にマジで消えるかもしれん。まあ、ビップマッチでね、バッテリー消えてね、負けるというのはもうさすがに、まあそれはそれでね、まあ伝説だと思うんで、まあ伝説を皆さん残していこうじゃないかという。あ、怖いな、スマッシュとか来る。まあまあ、バーストされてないよね、僕はね。あー、されちゃった。そんなこと言うとるから。ウェビーオッケー、いい勝負じゃねえか。よし、このまま行きましょうか。さあ、横ビー、ここえっ、マジか。なんかガノンが判定勝てへんな、こいつ。おう、ナイス、あ、ナイス、オッケー、ナイス、オッケー、ナイス、ドライ。あ、34%と踏みやんな。どうかな、そうめん。あー、ぶんね、今のマジ危ねえ。きた、まあ、腰判定でかいね。ナイス、まずい。ジャック、ナイス、ジャックほんまに優秀。はっ、マジジャック優秀ですよね。困ったらジャックしましょう。ほら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 、近づけない。全然、ああ、まあ大丈夫。やばい、今の空母とか入ったんちゃう。こわ、今の空母入ったら普通に持って帰ってたかもね。結構ね、嘘、結構ね、ファルコって空母ね、ぶっ飛ばしていくんで。え、それ死ぬの。それ死んじゃうんだ。ガノンも結構やばいな。じゃあ、オッケー、トントン、魔人剣確定コンボ。ビビってやろう、ビビってやろう、完全にビビるんですよね、魔人剣確定コンボっていうのは。やばい、え、まずい、ナイス、おおおお、ほら結構飛ぶっしょ、空母結構飛ぶっしょ。今のバーストまで持っていければ、ね、よかったんですけどね、無理です、確かに。やばいぞ、オッケー、